ここはね、声優さんの仕事場なの。あなたたちも小さい頃アニメとか見てたでしょ。こういうところでセリフを入れてるのよ。いえいえ、私はあの特撮ヒーロー一筋だったんで。やめてよ、恥ずかしい。でもあなた方を見つけてラッキーだったわ。あ、こちらこそ。あの、どっちみち仕事探さなきゃいけなかったんです。じゃあ、私たち何をすればいいんですか？絶叫。絶叫？とにかく叫んでくれればいいの。遊園地の CM なんだけど、絶叫マシンで女の子が叫び声上げているシーンに入れる声を録音するのよ。それってさっきあなたたちの叫び声聞いてたのよ。できるでしょ？あ、やります。あるか。やってみよう。やっこ、面白そうじゃん。じゃあお願いね。はい。はあ、もう遅いよ高畑さん。ごめん大村ちゃん。でもこの新人すっごくいいから使ってみて。本当？え、あんなタレントうちにいましたっけ。じゃあ新人さんたちテストやってみようか。テストって試験受けるんですか？はいはい、大人をからかわないでね。叫ぶのよ、画面に合わせて。あ、はい、わかりました。じゃあまずは可愛い方の子から行ってみようかな。悪くないよね、確かに。でしょ、期待の新人ですから。